コロナの、状況でのフィリピンへの渡航の条件、日本人の入国の条件ですね、日本人が行くにはどうすればいいんですかって結構聞かれるんですよね。ですね、まずワクチンは2回接種している必要があります。に、ワクチン接種していなければ、渡航はできないという形になります。で、2回してれば、現地での隔離なし。で、あと、24時間以内のですね、抗原検査の陰性証明が必要になるんですよね。PCR の場合だと48時間という形で、3回接種してれば、そういった陰性証明も必要なしで、日本に戻ってからの隔離もなしという形になります。現地の状況はほぼノーマルになってきてます。スパとか KTV とかも空いてる感じですね。で、雑所得の税金とか聞かれてます。年金についてちょっと聞かれてるんですけども、年金の義務化ってそもそもいつからなんですかとかですね、年金の歴史を分かりやすく知りたいとか。